先月の失業者数が関連統計を作成して以来最も多く90年代末の通貨機時の水準です高騰する成年失業率も問題だが押されるように引退した中層年層も再就職が難しく零細自営業者に追い込まれています韓国の失業率が IMF 以来最悪の水準レポート 不況に雇用寒波を実感させる統計が出ました。先月の失業者数は135万人で、1年前より3万3000人増えました。韓国経済が通貨危機の影響で、はしかを患っていた1999年8月136万人以降最大規模です。全体失業率も5%を記録して、 2001年2月以降17年ぶりに最高値を記録しました特に成年失業率は12.3%と歴代最大だった昨年2月12.5%に次ぎ2番目に高くなりました通常2月は成年層の卒業シーズンと相まって求職者が増えて救急公務員試験の願書受付があり失業者と失業率の数値が高いです それでも今年は企業の新規採用が減り造船など製造業の構造調整の余波による失業者と失業率指標が深刻に表れたものと解釈されます失業難が加重される中自営業者も増え続けています雇用は急減した一方構造調整などの理由に引退者らは増えるにつれ 彼らが自営業に追いいい込まれているという分析です政府は今年も3月のうち青年雇用対策をまとめる予定だが実効性のある案を出すのかは未知数ですこの記事を読んだ韓国人の反応大韓民国の大危機自営業者らも開業3年以内にほとんどが破産するのだけど全て死ぬのかな 大韓民国は危機だ。国が出たらめだからこうなる。パククネが、再び、IMF の水準に韓国を戻したので、悪口が出る。韓国は、公務員と教師以外は、生きる道のない国。でも、公務員も教師も、自分たち同士で結婚するこのため、貧富や階層の格差が大きくなるだけ。自営業で倒産するより、 日雇いになった方がいい。韓国の内需が育たないのは、100万人も中国系労働者がいるからだ。彼らは、自国に送金をして、絶対に、韓国では消費をしない。危機はまだ始まったばかりで。国民が大統領を誤った選択をした罰を受けているのだ。ここに追い打ちをかけるように、サードの報復と失業者が出たら。 パククンヘ政府が国をダメにね。極めて利己的な政治家と経済人だ、労働人口の減少、出産率の減少、扶養人口の増加など、一体どこに希望を置いて生きるべきかな先週、失業者が1人増えました。パククンヘこんな不敬意